ジョン・ルイス・ホールは、アメリカ合衆国の物理学者。コロラド大学、ボールダー高校誌、アメリカ国立標準技術研究所上級研究員。高周波数、コム技術などのレーザーを用いた、精密な文光法の発展への貢献により、2005年のノーベル物理学賞をテオドール編集と共に受賞した。コロラド州デンバー出身。ホールは1956年に、 カーネギー工科大学で学士の1958年に修士の1961年に博士の学位を取得した。その後ポストドクターとしての研究を商務省国立標準局で行い、1962年から1971年まではそこに勤務した。また、1967年以後はコロラド大学ボールダー校で教弁を取った。現在は、 コロラド大学、ボールダー工物理学部講師、同校宇宙物理学複合研究所研究員、アメリカ国立標準技術研究所上級、研究員を務めている。ホールは、性的レーザー分野における先駆的な基礎物理学への適用を含む、フェムト秒レーザーの安定化による、高周波数計測学の劇的な進歩への貢献に、対して、 2002年にアメリカ工学会のマックス・ボルン賞を受賞、1984年のチャールズ・ハード・タウンズ賞、1993年のアーサー・エール賞、ーロー賞等、その業績に対していくつかの賞を受けている。またホールは2001年にエリック・コーネルとカール・ワイマンが、希薄なアルカリゲンシガスでのボース・アインシュタイン凝縮の実現及び凝縮体の性質に関する。 基礎的研究によって受賞したのに次ぐ、自我からの3人目のノーベル物理学賞受賞者となった。ありがとうございます。